それでは伊勢丹 YouTube をご覧の皆様、こんにちは。はい、本日もですね、伊勢丹新宿店地下1階の、キッチンステージより、配信をさせていただいております。賛否両論の、笠原正弘、総料理長でございます。よろしくお願いいたします。どうもおはようございます。どうも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 YouTuber の笠ちゃんです。ありがとうございます。はい、それでは、早速ですね、料理の、ご紹介をお願いしたいと思います。はい、これもですね、前菜の盛り合わせに入っているお料理なんですけども、加賀れんこん餅のべっこうあん、これを作りたいと思いますね。結構やっぱり食感が他のれんこんとは違いますね。本当にね、もちもち感、でんぷん質が多いんで、でんぷん質を生かしてこう、ね、すりおろして使う、このお料理ね、めちゃくちゃ向いてるんですね。なるほど。で、今日はこのね、加賀れんこんのその特性を生かして、はい、でこのれんこん餅っていうのはね、日本料理のこれ王道です。もう僕の修行時代からやってたお料理なんでね、はい、それを今回作りたいと思いますね。はい、それでは早速お料理。はい、じゃあ早速行きましょうね。で、まずまあレンコンね、皮を剥きますけれども、このピーラーはなんか、わ、いいピーラーですね、これね。こちらの貝印のセレクト100というブランドのピーラー、人気商品なんですが、これも何度もあの紹介させていただいてるんですけど、はい、もう切れ味抜群ですね。最高ですね、このピーラー。まあ、まあ、私もピーラーにはうるさいんですよ。その情報はなかった。あ、なかったですか。初めて我々の私ベストピーラーニスト5年連続あれ、ね、優勝で殿堂入りしましたからね。すごいですね。あ、知りませんでしたか。初めてちょっと伺いましたけど、ピーラーにはうるさいです。ベストピーラーニストからも認定されたいいですね、これ本当に素晴らしい、素晴らしい。ちょっとね、レンコンね、料理するときね、皆さんちょっと注意してほしいね。やっぱ中にね、泥がたまにある時がありますんで、そういう時は洗いましょうね。だいたい3分の1、これをね、普通に刻んで使いたいと思いますね。これ約 300g のレンコン、これで 300g だから 100g を刻むぐらいのイメージですね。なるほど、やってみてください。ちょっとまあ、この時間のないシェフ、主婦の方は、そうですね、はい、正月にね、あのおせちの方、多分笠原さんと戦争でしょうか、で、これはね、粗みじん切りでいいです。あまり細かいよりもちょっとやっぱ食感があった方が楽しいと思いますんでね。食感が楽しいから、うん、まあ、こんな感じでね、はい、ちょっとある意味不揃いでもいいぐらいだと思いますね。食感の変化がついてね、これぐらいの粗みじん切りにしておきましょう。それでその3分の2を先ほど言ったようにすりおろしたいと思いますね。うちのヒット商品を、すりおろしのすりおろし、すごく早くすりおろせる。本当ですか。すごい今ハードルを上げられました、ね、めちゃくちゃ早くすりおろせないと。あ、いや、使いやすいですね、これね、はいはい、使いやすい、これこれはいいですね。これぐらい刻んでいきましょう。意外と加賀れんこんも買える店、買えない店ありますけど、お手楽しみって結構あるさあ、そうしたらね、まあこれをね、炒めていきたいと思いますけれども、はい、これは太白ごま油っていう、これ白いごま油です。私このごま油が好きで、ね、よく使っております。はい、これを入れて、れんこんをはい、先に炒めていきたいですね、これでね。まあ、火加減は中火ぐらいでいいです。中火です、ね、はい、はい、これがこの加賀れんこんのすごいところですね。一般のれんこんだとね、やっぱり、ね、ここまでもちもちしないんで、ちょっと片栗粉を入れたりとか、うん、あとまあちょっとつなぎで卵を入れたりとかするんですけども、加賀れんこんはね、本当にこのでんぷん質強いんで、もう今回何も入れないです。ほら、わかります、もう超粘りでお餅状になってきたでしょ。もっちもちですよ。ちょっと置いといて、みたらし餡を先に作りましょうかね。これもね、簡単です。覚えておいていただくと、もう全部ね、入れちゃいますね。お水、お醤油、お砂糖、結構たっぷり入れます。結構甘め、だちょっと甘いの苦手って方はちょっと減らしてもいいですね。で、先にもうね、片栗粉も入れちゃいます。全部入れて混ぜておきます。水溶きではなくて、そうなんですよ。もうここでね、だからこの方が皆さん失敗なく作れると思います。で、ここから火を入れていく、はい、ちょっとずつね、じわじわじわっと優しく混ぜながら、うん、今回はちょっと甘めにしてありますけどね、はい、いい感じですよね。こういう感じです。
レコアですね。はい、でこれで OK です、はい、レンコン餅を今回はですね、私のイメージはね、本当にあのなんかわらび餅を食べてるようなイメージでね出そうかなと思ったんで、もうこうちょっとわざとこうね、そんな綺麗な丸じゃなくて、なんかちょっとこれぐらいの、うん、俵型みたいな、これ濡らした方が丸めやすいですからね。こんな感じに丸めて、こういう感じでお出ししております。あんをたっぷりと、でちょっと生姜で味を引き締めますね。やっぱこう生姜のねピリッとした香りとかがあるとさらに甘みが引き立ちます。食感のアクセントはこれレンコンチップ、はい、これを添えてこれ完成でございますね。加賀レンコン餅のみたらしあんっていうのこうかな。はい、完成でございますね。はい、ありがとうございます。それでは今盛り付けが終わりまして、はい、第2品目、完成でございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは第2品目、の試食をお願いしたいと思います。そんな、しぶきさんからですね、笠原さんのお料理に合うお酒というのをぜひちょっと、してご紹介したいということで、今回代表して試食をしていただきたいと思います。はい、それでは、第2品目お召し上がりいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、いただきます。早速いただきたいと思います。あの今手もう持つともちっとした食感、もちもちでしますね。いただきます。まあ、もちっとしたこの食感と、うん、サクサクとしたこのみじん切りにしたレンコン の, あの食感が相まってすごい楽しいですね、食感も。では、そんな、お料理に合うレンコンのご紹介をお願いします。はい、あの本日紹介させていただきたいのが、あの、はい、福岡にありますあの森の倉さん の, あのこちらのコマグラというもの で, で、まあ、こちらの商品の特徴としてはやはりあの辛口ながら結構コクですとかお米の旨味っていうところがしっかりとこう全面的に出てきて、あの日本酒になってまして、であのもう本当に冷やして飲んでもいいですし、あの熱燗にして飲んでいただいても、あの本当にお好みの温度帯で飲んでいただいても幅広いものに合うところの、その万能性というところにあのすごい多くのお客様に愛されているちょっと商品になってます。もうご自身は大のビール党とおっしゃってましたけども、はい、笠原さんいかがでしょうか。いや、いいですね。どっちかというとその焼酎文化圏であえて日本酒を作ってるっていう、そこを持ってきたというのも興味ありますね。飲んでみたいですよ。はい、それでは第2品目、そういったペアリングでぜひ、うん、あのお楽しみいただければと思います。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして、笠原シェフですね、はい、まあ、いろいろ、お料理ご紹介いただいたんですけど、はい、もう本当にいろんなところの食材を使って、いろんなお料理を作られてます。あ、こんな本も。あ、これ何ですかね。これは何ですか。これ私の新刊ですね。偶然ですね。はい、これあの去年の11月末に発売されましたね。私のこの、はい、実は一切でいいという、まあ、新刊ですね。これはまあいろんなレシピ載ってますけれども、今回ですね、私ねエッセイを書き下ろしでたくさん書きましたんでね、家庭料理なんかもうちょっとおおらかでいいんじゃないですかと、そういう提案の方です。私偶然にもまたこんなものを持ってまして、ちょっと待ってくださいよ。何ですかこれは。また賛否両論で書いてますね。賛否両論の手塩炊き込みご飯の素じゃないですか。皆さんはお家でお米さえ研いでいただければ、ここにこのね炊く出汁と具が入ってますんでね、炊飯器で美味しい炊き込みご飯が作れますんで、4種類いろんな味があります。これがこれタイですね。そしてタコ、タコ飯とあとフグです。あとここにないけど確かサーモンもあるはずですね。全部で4種類あるはずなんで、はい、これも伊勢丹でも売ってますんでよろしくお願いします。はい、オンラインサイトでもご購入いただけます。はい、美味しいですよ。はい、よろしくお願いいたします。それでは、本日もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さようなら。